介します。栃木県真岡市から来ました真岡歌舞伎と申します。栃木県の民謡でもあるヤギ節を取り入れノリの良い楽曲になっており、鳴子の音色が一つになるように練習に励みましたので、温かいご声援よろしくお願いしますというコメントをいただいております。それでは真岡歌舞伎の皆さんです、どうぞ。はい、皆さんこんにちは。栃木県は真岡市からやってまいりました真岡歌舞伎です。うどんはですね、腰が大事だということでですね、つゆとのですね、兼ね合いも含めて、皆さん投票じゃありませんで、いろんなおうどんを食べてですね、投票審査の方していただければなと思いますんで、どうぞ皆さん、うどんを食べながらでもいいんで、皆さんどうかこの真岡歌舞伎に、お付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。それでは参ります。真岡歌舞伎選手番号ホッホッ
ありがとうございました。